鳩山陽子のちょっと聞いて。こんばんは、俳優歌手の鳩山陽子です。鳩山陽子のちょっと聞いて、この番組では私鳩山陽子がお仕事や趣味のこと、あるいは日々のちょっとした出来事の中から皆さんにちょっと聞いてと思ったことをお話しします。どうぞ最後までお楽しみください。改めまして、皆さんこんばんは、鳩山陽子です。鳩山陽子のちょっと聞いて、今回が第7回の配信となります。前回第6回をね配信した時は11月に入ったばっかりで、11月なのになんか真夏日もあってポカポカ陽気ですねみたいなお話をしたんですけれども、急に冬がやってきてめちゃくちゃ寒いですよね。もうびっくりしてます私。もう焦ってセーターをね引っ張り出して着ちゃったりなんかしちゃってるんですけれども、皆さんもマフラーとかコートとかダウンとかもう出したかな。お互い風邪ひかないように、気をつけて冬を迎えましょう。はい。そしてですね、前回は私の、妹であるプリコさんに、ご登場いただきまして、初めて姉妹で、トークをしての配信だったんですけれども、皆様から反響が大きくてですね、お便りにもプリコさん面白かったですよ、プリコさんまた出てくださいっていうお便りいただきました。皆さんありがとうございます。本当に姉妹のねトーク聞いてくださってありがとうございます。大変ご好評いただいたので、今回も呼んじゃいました。妹のプリコさんです。どうぞ。鳩山プリコです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとまあ私たちもねこう初めてこうトークをしてこうどういうねご感想をねこう皆さん聞いてどういう感想だったのかなとか、うん、こうちょっと反応がね気になってたんですけれども、皆さん楽しんでいただけたようで、私たち の, リアル友達からもいっぱい連絡もらいまして、なんかプリコ面白かったよみたいな、なんか私よりもプリコの方に感想がすごい多くてだったんですよ。プリコさん初登場で、はいね、緊張してたけど、はい、楽しかった？どうやった？うなずいております。楽しかったです。楽しかったです、はい、放送をね聞いてプリコさんがボソッと言って私がめっちゃ面白かったことがあって、放送を聞いてもっと面白くなりたい、なんかジャンプの主人公みたいなこと言い出して、なのでこれからね姉妹でトーク力上げていけるように、はい、そうですね、やっぱちょっと反省点とか、うん、出てきて、うん、もうちょっとこうこれもちょっと言えばよかったかなっていうのがちょっと後から出てくるので、うん、勉強しながら、はいはい、面白くなれるように楽しいポッドキャストをお届けできるように、頑張っていきたいと思いますので、皆さん今回もどうぞお付き合いくださいませ。さあそれでは今日のメインテーマに行きたいと思います。準備よろしいですか？はい、はいはい、今回はですね、運動会をテーマに、皆さんからのお便りを募集しました。運動会をテーマにね皆さんたくさんお便り送ってくださってありがとうございました。その中から、今日はね3通、お便りご紹介したいと思います。それではまず1つ目のお便りです。1つ目のお便りは M 宮さんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。来年のスタリラ大運動会セーランも参加と聞いてとても嬉しいです。まずは頑張ってチケット握ります。握ります。ありがとうございます。私の通っていた中高は都心だったため、グラウンドが校舎付近になく、グラウンドを使う際は電車で1時間以上かかる郊外へ行っていました。いつも学校を飛び出して普段とは違う環境で砂まみれになりながら運動会の集中練習やその合間の授業をこなす日々。運動会本番ももちろん楽しかったですが、そこに至るまでの日々がとてつもなく大好きでした。練習後の気持ちいい疲労感とともに、帰途の電車で
友人と一緒に爆睡して見事に2時間近く寝過ごし、家にたどり着けなかった日もありましたが、今ではいい思い出です。運動会そのものの思い出からは逸れてしまいましたが、門山さんやリスナーの皆さんの運動会の思い出トーク楽しみにしてますとのことです。M宮さん、お便り送ってくださってありがとうございました。このお便りをいただいて、めちゃめちゃ衝撃受けたんですよ。校舎の近くに運動場ないって何みたいな。ご存知の通り、私とプリコさんは三重県出身なので、とにかくグラウンドが広い。広かったよな。広かった。なんかさ、運動場 1,2,3,4 ぐらいまで私の学校あったんですよ、うん、とか小学校とかでも、うん、メインのこうめっちゃ大きいグラウンドと裏運動場っていう、何やったっけ、ブランコ、ブランコあったっけ、鉄棒とシーソーあったかな、とかなんか登り棒みたいなのとか、なんか地球儀みたいになってて、うん、なんか掴まれるみたいな、なかったっけ、ちょっと記憶がもうおぼろげなんですけれどもそのメイン運動場とこう裏運動場っていうものが、うんうん、あるぐらいにはこう三重には土地があるんですよ。なのでその M 宮さんのこのお便り読んだ時に、その運動場にグラウンドに行くために1時間以上かかるっていうのがもうめっちゃ衝撃で、うん、はぁ都会やわプリコさんとね、うん、驚いたんですけれども、はい、これも驚いたやろ、はい、驚いた、ありえんよな。そうでも普段から、うん、その町中で保育園、うんうんうん、とか幼稚園、うんうん、みたいな都会のな、そう建物のな、なんていうんやろ、なんかビルの1階とかやろ、そうビルの、うんうん、そうだから運動場とかってないのかなって、うんうん、ちょっと思ってたんですけど、うん、多分ないなくて、うん、こうやってな、うん、練習のために1時間やってすごいよな、うん、都会だわ。そういうわけで新たな文化を知れたという、うん、貴重な歌入りでした。 M 宮さんありがとうございました。さあ続きましてはちくわさんからいただきました。ありがとうございます。ようこさんこんにちは。前回の三重弁満載な門山姉妹トークとっても楽しく聞きました。あ、よかった。ようこさんの意外な一面のお話が聞けた。アラームに対する、門山家からのクレームなど , 笑いが止まりませんでした。また妹のプリコさんに来てほしいです。嬉しいですね、はい。テーマの運動会ですが、運動が苦手な自分にとってはあまりいい思い出はありませんでしたが、応援合戦で男子女子ともに長い鉢巻きを巻いて学ランタスキ白手袋で熱く凛々しく演舞を披露していた先輩方の姿はすごくかっこよかったなと思い出しました。スターライトの舞台少女大運動会はどんなイベントなのかなととっても楽しみです。そして青蘭の元気印こと水瀬すず役の津久井みなみさんは果たして間に合うのかと始まる前からワクワクさせてくれる大好きな青蘭チームを一生懸命応援したいですとのことです。ちくわさんありがとうございます。私たちもですね、演者側もですね、どういうイベントになるのか、なんか運動会っていう、うん、私たちもこう未知な部分が多くて皆さんと一緒でワクワクしてるんですけれども、南さんはきっと間に合ってさっそうと現れてくれることでしょう。楽しみにしましょう、はい。青蘭チームもね頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。運動会の応援合戦、はい、なんか応援合戦は私がすごい思い出深いのは、小学校の時に応援合戦の時間があって、その時はこう当時流行ってた歌をこう、うん、白組頑張れみたいな感じで、うん、なんか替え歌をして歌うっていうのが、うんうん、なんかこう一番記憶に残ってて、うん、なかった？覚えてない。一緒の小学校行っとった。本当に運動会の記憶がない。うん、ないよな、うん。小学校の時何しとんのやろって。うん、いやでも楽しかったはずなんですけど、うん、やっぱ応援合戦って聞くと私はやっぱ替え歌をして、うん、私の時は
そのみんながこう演舞するんじゃなくて、やっぱ代表の人たちが、うん、小学校の時なんで5、6年生とかが、うん、上級生が、あのこうちょっと振りとか考えて、うん、こう応援合戦で演舞をしたっていうイメージなんですけれども、あのちょっとね、応援合戦とは違うんですけど、こう演舞っていうので、うん、こうプリコさんがちょっと思い出あるみたいなので聞いてみたいんですけどあのダンスをね、小学校の時ってやるじゃないですか、はい、それでプリコさんは何の曲をやられたんですか？あのマツケンサンバを踊りました。それは覚えてます。え、何こう腰フリフリみたいな。別に着物着たわけじゃないんやろ。いやでも なんか衣装みたいなのは、うん、なんか黄色い、うん、ハッピーみたいなのかな、うんうん、を着たっていうのは覚えてます、うん、やっぱりやっぱりその小学校やと、うん、当時やっぱりその、うん、国民的、うん、日本中で爆発的にこう、うん、人気になった歌を使いがちっていうのが、うん、あるのかなって思って、うん、私の時はあの世界に一つだけの花がもうすごく流行ったので、うん、それでダンスを踊りました。マツケンサンバ、はい、なるほどね。というわけでここで一曲お届けしましょう。それではプリコさん、曲振りお願いします。それでは聴いてください、マツケンサンバ2。さあ、お聴きいただきましたのは、松平健さんの、マツケンサンバ2でございました。懐かしいですね、はい、でやっぱこれさ元気になるような、なんかこう、うん、叩けボンゴ響けサンバとか、やっぱり小学生でもさ覚えやすいしさ、うん、楽しかったよな。それが思い出深いということで、はい、ありがとう、ご紹介ありがとうございました、はい、さてちょっとね、今回から曲なんかをご紹介してみちゃったりなんかして、ちょっとよりラジオっぽくなったのではと思っております。ね、ちくわさん、お便り送ってくださってありがとうございました、はい、続いてが最後のお便りでございます、ネムさんからいただきました。ありがとうございます、門山さん、こんにちは。こんにちは、今回のトークテーマは運動会ということで、自分が小学校の頃の運動会を思い出してみました、普段思い出すことはないのですが、最近小学校の頃の友人たちとアルバムを見返す会を開催し、とても懐かしい気持ちで爆盛り上がりしましたみんなよく覚えているもので、応援合戦の話やよさこい騎馬戦について語り合いました。私は特に、よさこいは今でも歌を歌えたりするぐらい思い出深いです、門山さんは思い出の競技はありますか？舞台少女大運動会、何をやるのか予想もつきませんが、セーラーの3人も揃うのでめちゃくちゃ楽しみですとのことです。ネムさん、お便り送ってくださってありがとうございました。爆盛り上がり。確かに、同じさ、うん、学校行っとったさ子たちとさ、うん、会うとさ、うん、だいたいアルバム引っ張り出してきてさ、うん、やるよな、うん、この先生どうやったとかさ今この子はああしとるこうしとるとかそうなんみたいな、うん、そんな話でやっぱ盛り上がるよな、うん、運動会でそう、私はよさこいはやってなくって、その代わりそのマツケンサンバとか、ダンスがをやりましたね。え、そうじゃない？やった？あんた。なんかやった気も。やった？やった。本当？気もする。本当に記憶がちょっと皆さんさ、やっぱり運動会って言うからさ、皆さんもさ、思い出してさ、こうやって送ってくださってありがたいな。ありがたい。ありがたいな。あの、思い出の競技というと、すごく覚えてるのが、あの私ね今でこそこうちょっと小柄みたいなちょっとね、すごく身長高くはないんですよ、うん、女性の平均身長のちょい下みたいな、平均身長はないみたいなぐらいのこう背なんですけどね、小学校までは後ろから2番目とか3番目とかだったんですよ。だから大きかったんですよ。だからで、まあ中学校とか高校になってからあんまり伸びなくてだったので、うん、もうこのサイズで小学校6年生とかだったんですよ。だから結構完成されてたんですよね、うん、体
の身長としては、うん、やったからみんなちっちゃいわけ、うん、だから私は組体操で、うん、あの土台、うんうんうん、土台をやってました。今から今最近とか、うん、私がね私を大人になってから知ってくださった方には想像つかないだろうけど、うん、私は土台だったんです。すごない？え、すごない？やろ？そしたらなんかそしたら小学校卒業した時はほんと一番後ろから 2,3 番目やって、で中学校入った時もあの後ろから4番目とかだったんですけど、なんかどんどん前に行って、あのうちの学校はあの身長が高い人から前に並ぶっていう、こう隊列を組む文化があったんですよ。こう集団行動みたいなので、あの身長が高い人から並んで、一番後ろがあのちっちゃい子だったんですね、身長が。そしたらなんかどんどん後ろになっていって、私最後には最後列4列の最後列で、なんか走ってて、私よりちっちゃかった子たちがみんな陽子って言って見下ろすんですよ、私を。もう見上げるようになっちゃって、なんかこう時の流れというか、あー最初に伸びてしまったからなみたいな、なんか そんな記憶があって、身長話になっちゃったけど、うん、なんかそういう思い出もありつつで、あとはちょっと鍵盤ハーモニカをね、幼稚園の時に鍵盤ハーモニカでこう演舞をするっていう、幼稚園の時ってさ、なんかこうない、あの楽器を演奏するみたいなやったよな。で鼓笛隊とか、ハンドベルは違うか、ハンドベルは冬か、年少さんもなんかやった記憶あるんですけど、年中さんが鍵盤ハーモニカでこう何かを吹くっていうのだったんですよ。で、私のその年中さんの時の歌がまさかのこうチューブのひまわりっていう曲でですね、あのその当時 の幼稚園の担任の先生がチューブが大好きでひまわりを弾いたんですけど、あんまり園児たちは分かってなくてですね、まあ、ポケモンとかそういうのが、ね、やっぱり園児たちは、ね、戦隊ヒーローとか好きな中、まさかのチューブのひまわりを弾くっていう、それがすごい、なんか今思うと渋い幼稚園児だったのかなみたいな、渋いっていうのかな、なんか分からんけど、そこでチューブかっていう。でも父とか父兄の皆様は喜んでました、チューブだみたいな、園児ポカンみたいなそんなこともありましたので、私のこの思い出の一曲を、聞いていただければなと思います。それではお聴きください、チューブでひまわり。はい、お聴きいただきましたのは、チューブのひまわりでした。この歌を年中さんの時にこう練習してから、夏といえばこのひまわりっていうイメージがあって、私も大好きな曲です。カラオケで歌ったりもしてましたね。はい、という私の思い出でした。ネムさん、お便り送ってくださってありがとうございました。はい、で今回ね、いただいたお便りのご紹介は以上なんですけれども、競技じゃないんですけど、こうちょっと姉妹の思い出っていうのがあってですね、幼稚園の時のお話なんですけど、プリコさんが、私は幼稚園生で、プリコさんが来年から幼稚園に入園するよっていう時の運動会のお話なんですけれども、まあ、来年から幼稚園だね、ようこそみたいなので、運動会の中にその来年入る子たちがちょっとかけっこみたいな、うんうん、こうまあスタートから始まってゴールするだけ、うん、もう直線、うん、もうなんか10メートルもないよな、うん、ぐらいでこう初めてこう走ってみるっていう、うん、コーナーがあったんですよ、うん、でプリコさんは結構シャイやったんやんな、はい、人見知りでな、はい、で最初はこう走らんかなみたいな、走れるんかな人前でみたいなぐらいだったんですけど、うん、まあ、私がそのゴール地点でみんなにプレゼントするお菓子を持ってる係だったんですよ、うんうんうん、で皆さんがこうほら
お姉ちゃんがおるよみたいな、お姉ちゃんとこに走ってきなみたいな感じで、ね、でお菓子ももらえるし、うん、でもプリコさん、うん、ニコニコでスタートしたわけですよ、うん、で写真があって、うん、あの両足浮くぐらい、うん、で膝もピーンって伸びても、うん、はーみたいなめちゃめちゃいい笑顔でスタート切ったんですよ。でも半分ぐらい来たところで、私ね、姉陽子の後ろにプリコさんがちょっと苦手だった苦手だったなんていうの、ちょっととある先生を、とある先生のを見つけてしまって、そこで大号泣してスタートまで戻っていくっていう事件が起きたんですよね、うん、可愛いか、私はあの可愛い思い出で覚えてるんですけど、うん、あのちょっとね、その泣かれてしまった先生にね、ちょっとすいませんっていう感じなんですけど、はい、いや先生、あのいい先生、めちゃめちゃ怖いとか、そうで、まあ、苦手って言ったけど、それもちょっと理由があって、そのじゃあプリコさん言ってみて。たばなんか、そう、入学前に、うん、その通っ、そう、私が先に幼稚園に通ってたので、うん、プリコさんがこう送り迎えとかで母と一緒にお母さんプリコみたいな感じでこうセットでこう迎えに来てたんですよね、私を、うん、でその時にその管の先生にこうお会いする機会が多かったんですけど、はい、でその時に多分2歳ぐらいの時に、うん、連れ、あ、一緒に母と迎えに行って、うん、その時にその先生が飼ってる飼い犬のまるちゃんっていうワンちゃんがいたそうで、うんうん、でそのワンちゃんと私が似てるみたいな感じで私が来るとまるちゃん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 って言ってその顔を撫でますって、こうなんかあのワンコをワシャワシャワシャってするみたいに、そういう感じで、そう、なで、あの愛情表現をな、すごいしてくださる先生だったんですけど、うんうん、その幼いプリコさんにはちょっとそれがね、うん、びっくりで、うん、シャイやし、そう、でそれで、ね、だからそのかけっこしてた時に、うん、その先生見つけて、うん、うわーと思ってまた撫でられるみたいなで多分ニコニコやったのが、うん、多分すごい顔に、うん、一瞬で顔が変わって、うんうん、あの子母がね、待つゴール地点まで、そう、もう多分爆走して、うん、引き返したんやと思う。なんかその多分足も、うん、こうさっき話あったけど、うん、こう軽やかにこう、うん、漫画みたいに走っとったよな。そう、てっ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 て上機嫌で走ってたのに、うん、なんかかそのお子が見つけてからはなんか足が棒のようにこう足を曲げずに、うん、こうなんていうの、こう地団駄じゃないけどなんかこうっていう感じで戻ってきたっていうエピソードがあって、これが結構な、うん、あの金山家では、そうそうそう、あの鉄板ネタとして、でも先生は、うん、あの本当にいい先生 いい先生あのでそう優しい先生なんですけど、うん、そのプリコさんを可愛いと思うあまり撫で回してしまって、うん、当時2歳のプリコさんがちょっと苦手に思ってしまったっていうエピソードなんですよ。そう、でも今あのこの年ちょっとになって、うんうん、そのちっちゃい子とか見ると、うん、そのワンちゃんとか猫ちゃん、うん、見たいって思う気持ちもちょっと分かるから、うん、かわいいやもん、そう、めっちゃ可愛くて、かわいさゆえに、そう、その犬とか猫って、うん、そうそう思ったんじゃなくて、うん、もう小さきものがもうただただ可愛い、うん、めでたいみたいな、そう、ワンちゃんと猫ちゃんみたいに思う、わ、うん、かる、うん、その気持ちもわかるけど、ちょっと2歳にはちょっと刺激が強かったよっていう、そういうね、あの姉妹のね思い出もありますけれども、あのとにかくねプリコさん、あの表現感情表現豊かなあの子供だったので、あのちょっと面白いネタ、面白いネタじゃないわあの面白いねエピソードもありつつ、はい、ちょっと披露しちゃったな、我が家のネタみたいな、はい、皆さんに聞いていただきました、はい、ありがとうございました。とってもいい先生なのでね、はい、そこは勘違いしないでいただきたいんですけれども、はい、あの私もちっちゃい子とか可愛い子に、可愛い子、可愛いあの小さき子たちに会った時はあのぐっとこらえてあのほどほどにビビられない程度に、うん、あの可愛いねってしたいと思います、うん、ありがとうございました、はい、というわけで、金山陽子のちょっと聞いて、
第7回目の配信でございましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。今回はですね、私が2月に来年2月に出演する、少女歌劇レビュースターナイトのこう大運動会にこう出演したよということから、皆さんに運動会にまつわるテーマお便りを募集して、皆さんのお便りご紹介しつつ、門山家の思い出も、お話しさせていただきました。プリコさん本日もお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。はい、この番組の感想は、ハッシュタグ門山陽子のちょっと聞いてをつけて SNS で投稿してください。投稿はね、私たちも楽しく読ませて感想読ませていただいておりますので、皆さんぜひぜひ投稿してください。いつもありがとうございます。またお便りも募集しております。毎回テーマを決めて募集しているんですけれども、今回募集するお題はアルバイトです。皆さんも学生時代、なんなら学生さんは今アルバイトもしたりしてるのかな。皆さんのアルバイトの思い出、ありましたらぜひお便り送ってください。門山家はね、ちょっと皆さんにちょっと聞いてよって思うことがあるので、皆さん次回もねぜひ楽しみにしていただければと思います。ちょプリコさんも、はい、私、はい、姉のアルバイト事情、アルバイト事情で、アルバイトの思い出かな。うん、ちょっと、うん、ね、プリコさんがプップって思ってる、はい、ことがあるので、それも合わせてご紹介できればなと思っております。はい、概要欄に、リンク貼ってありますので、そちらのフォームからぜひ送ってくださいませ。そして本日ですね、私が、キャラクターのシンガー歌唱を担当しております、Your Majesty の、私が、歌唱を担当するアンジュのキャラクターソング、Fate of the Rose のミュージックビデオが YouTube で公開されました。わーい。先月のね、ユアマジェライブで初披露した、アンジュのセクリット曲 Fate of the Rose、アンジュにバラを、アンジュにぴったりな、気高くてとっても美しい曲となっております。ミュージックビデオもね、こうバラがふんだんに舞っている、そんな素敵な MV となっておりますので、皆さんぜひぜひたくさん見て、たくさん聴いてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは、門山陽子のちょっと聞いて、今回はこれにてお別れしたいと思います。それではまた次回の放送でお会いしましょう。門山陽子と門山プリコでした。ありがとうございました。バイバイ。バイバ